仕草や話性格を昔は12月の10日午後7時になりました。しゃべくり祭りの第111回一のどろめ揃いで、今日は松代焼の魅力ということで、松井窯の松代陶園小沢専務さんお招きをいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。つい1ヶ月ぐらい前まではですね、夕べからですね、大雪になりまして、こんな感じになっちゃいました。水上山、はい、私さっきね、取材してきましたということでございます。で、実はですね、松代テレビのあのこのロゴマークなんですが、これは実は今の水上山をかたどったあの形になってます。そしてもう一つこの色なんですけれども、実は松代焼をモチーフにしてあります。このツートンカラー、よくご覧いただければあの微妙にこの違いが出ておりますが、110回もやってましてね、松代焼のご紹介するのが今回初めてということで、ちょっと遅かれしでございますけれども、専務さんに今日は詳しくお話をお聞きしていきたいと思います。ということで、早速ですが、松代焼の特徴といいますかね、どんな焼き物なんでございましょう、はい、まあ、ここにもね、はい、ありますけれども、どのようなあの焼き物になって特色とかないうのがありましたら、はい、お話をいただければと思います。はい、松代焼はあの北信中心にですね、はい、古くからですね、一般使い、はい、普段使いですね、はい、あのいつでもどこでも誰のうちでもあるような、そんな器でございます。なるほどね、はい、気楽にね使える、はい、私もあの抹茶茶碗と、はい、それからお客様におもてなしをする時の漬物のね、はい、お皿にね松代焼を使わせていただいて、ありがとうございます、はい、高い抹茶茶碗だったんですよ。いや、そうでしたか。2万円の隣にあった2000円のやつでいろいろ取り揃えておりますんで、どうぞ。はい、ありがとうございます。他にもね、はい、あの窯元があるということでお聞きしてますけども、はい、東城の方ですか、はい、そうですね、東城の方に、はい、個人で、はい、松代焼をやってる方が一方。なるほど、はい、あと篠宮の方ですかね。そうですね、篠宮の方にも一方、はいはい、やっておられます、はい。まあ、松代といえばね、あの松山さん代表 で、はい、全国に知られているところでありますので、まあ、今日は詳しく、ご案内をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。写真もね、私この間取材させていただいてたくさんね、はい、撮ってきてあります。その写真を見ながら、松山さんの特徴、作品の特徴なんかをね、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、こちらにあのご覧いただきますようにね、食品を盛りましてもね、非常にその自己を主張しないで食べ物のその良さをね発揮できるということで、まあ裏方といいますかね、非常にこう控えめな感じの、例えて言えば私みたいなみたいなこと言っちゃいけないか、はい、ごめんなさい、ちょっと今写真変わりました。はい、松井窯さんのね、あの正面の方ご案内します。これ2枚、はい、あの重ねてありますけど、左側の方が看板です。もうあの403号線でしたっけ。そうです、そうですね、はい、403号線 の、 あの国道沿いに、大きな看板があります。はい、そして、右側の方が広い駐車場、このようにあのあります。はい、ということでございますね。それでこの松代焼という大きな看板があの目につくかと思います。この下の方はですね、ちょっと暗いんですけれども、あの店内の方が映っております。この壁のところをちょっと拡大してみますと、はい、いわゆるね、皆さん気持ちを込めて作られた作品なんで、こういったかけらもね無駄にせずに、壁のオブジェとして飾ってあります。はい、私も一部いただいてありまして、店舗のところに敷かさせていただいております。まあ、このような感じであります。店内に入りますと、このようにたくさんの作品および商品として
販売できるようにご用意をさせていただいてありまして、はい、もう色もまちまちですよね。そうですね、とかね、はい、そういうのもあります、はい、いうことでございます。たくさんあります、そこでですね、その先ほどのまだちょっとご説明足らなかったんで、松代焼の歴史、発祥というようなことをね、はい、お話をいただける。この写真はあの江戸時代中期の古松代焼ということで、はい、割と初期の方の、ね、そうですね、はい、ということです。発祥とかその辺のお話をいただければと思いますが、そうですね、はい、ことの始まりはですね、はい、江戸時代に始まりますけれども、はいはい、藩の藩用ということで、藩の事業ということでですね、唐津の方から職人を呼び、この松代の地で釜を開き、はいはい、みんなに使っていただけるようにということで始まりました。200年くらい前、そうですね、はい、川中島の戦い500年ほど前ですけど、はい、武田信玄とね、上杉謙信もあのこれで酒を酌み交わしてたらこんな5回も6回も戦争しなくて済んだんじゃないかななんて ね思ってますけど ね、まあまあ今は平和な時代でございますのであれですけどね、はい、このし割と白っぽい感じのものになってますけど、いろいろこう温度によってですか。そうですね、温度によったり、反応ですんで色が全て、ね、はい、その昔はその、ま、今はあのガス釜が中心でしょうかね。そうですね、はい、以前はやっぱりあの薪の釜なんで、はい、温度がやっぱり低かった。そうですね、そうするとあの、このような白い、そうです、ね、あの色合いということで、はい、今はもうこういった綺麗な緑色っていうんですかね。そうですね、は青緑色のね、はい、もう何とも言えないですね、このね深みのある色で ね、 そうですね、出てきてますけれども、はい、これがこう松代焼の割と初期の方の、ね、そうですね、はい、はい、一番影響してきておりますこの上薬、釉薬、はい、このことについてちょっと、そうですね、これ企業秘密の部分も終わりになるんでしょうけど、うん、 できるだけ明かしていただきたいということで、はい、数が、はい、これが松代焼の心臓部になってきますね、はいはい、形、作り方は いろいろありますけども、はい、なんとか形にはできるんですけども、その次の段階、はい、この釉薬が非常に難しい、はいはい、中に入っているもの、はい、いろいろありますけども、はい、それらをうまく使いこなさないと松代焼にはならないんですね、はい、ならないと、はい、売店の中にもこういった道具類の説明の展示がありまして、はい、いろいろこう成分のことが出てます。この真ん中にあるのは専務さんですか、ろくろですか。そうですね、これが、はい、ろくろになって下の円盤のところがろくろですね、はい、ろくろですね。それからこのカニのハサミみたいなやつはこれは何ですか。これであの寸法を合わせたり同じものを作るときに同じ、そうですね、ものを測るものですね、私の茶碗のが小さいとかって喧嘩なきゃいけませんよ ね、 ね、はい、お父ちゃんのご飯を大盛りなんですね、はい、この十字のこのやつは何ですか。これもあの大きな亀とか壺を作るときに同じように使ってきます。いわゆる計測器、ね、そうですね、はい、はい、この鉄分を多く含んだ赤土、はい、これはあの各地のねいろいろ研究されて、はい、特色のある土を持ちになってると、はい、それから あのね前取材の時にお聞きしたんですけど、その割と海辺に釜元が多い、はい、ということ で、ね、はい、この海辺にあるというのは何か理由があるんですか。そうですね、はい、あの釉薬を、はい、作るときに必要になってくるのがにがりというものが必要になってきます。あの海水にね、そうなんです、にがりね、その海にあるものを、はいはいはい、入れると非常によろしい、はい、ということで大体山があって木があって海辺、海が近くにあるところに古くから釜っていうのはあるんですね。なるほど、はい、それでですね、お話途中になってすいません、もみの灰とか、あ、はい、木の灰とかね、これありました、はい、海なし県の長野でなぜその釜元ができたのか、はい、そこが大きなところでですね、で、はいはい、次にこれですかね、はい、藁の灰、そうです、長石ってのはどんな、製品でいうと昔クレンザーって言ってあの焦げたお釜をこする研磨剤みたいな、はい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 、あんなようなものですね。長石は、そういう研磨剤とかに使われておったもの、うんうんうん、はい、それを細かくしたものですね。なるほどね、はい、それで先ほどのにがりの代わりじゃありませんけども、はい、この松代温泉の、はい、温泉水、そうです、これが大きいですね、これが一番の松代釜さんの、はい、そうです、特色ということで、はい、そうですね、
これがあの独特の色合いを出しているわけですね。はい、これはにがりの代わりになっている。そうなんです。成分的に海の成分を多く含むという、なるほど、非常にあの天然のもので、天然のものでね、はい、で私 の, あ, のあれと一緒ですね、調理のね関係とね、はい、あの化学調味料を使わないとか、まあそういうところもありますけどね、化学調味料を使ってね、はい、あの料理をするところもあれば、なんかあのそういったものを使うと色合いがこう似ちゃうというか、全く同じに近いようなものができちゃう、はい、そうですね。だから松山さんのやつはもう、こう同じような色合いであっても、はい、決して同じものは2つとないということで、はいはい、見ればすぐ分かりますね。そうですね、はい、が特徴でもあり、また良さでもあります。そうですね、はいはい、それではあの工程についてはね、ホームページで詳しく出ておりますので、はい、今日はざっと流れてこうやっていきたいと思うんですが、はい、まずこの釉薬が一番あの命で、はい、やり方によってこのようにいろいろまちまちな、はい、あの色合いになるんです、はい、ということでご説明ありました、はい、まずこのろくろを使ってやる方法、はい、それからあの70名くらいがこれ受講できるです、ね、はい、あの教室になっておりますけど、はい、ここで、まあ、皆さんこう、そうですね、成形されるわけです、天栄、はい、ね、はいはい、やっていかれるということで、はい、まずは成形後に自然乾燥をすると、はい、これ作るまでにね、皆さんご苦労されて、これ3日間くらいかかるんですかね。そうですね、はい、そして、約800度で素焼きをする。まず第1回目。そうですね、これで1回焼きます。はい、焼きます、はい。はい。そしてまたこれも自然に熱を冷まして。はい。はい、これ大変ですよね、ずっとね。そうですね。ずっと作っていただいたらずっとお付き合いすると。はい、お付き合いしてくれるんですね。はい。それでさらにこの釉薬。これが一番命でしょうか。はい、そうです。そうですね、ここで、決まってきますので、そうですね、素焼きにするために必要な部分でございます。私の出し取りと同じですかね。根性込めてね。はい、はい、それで、さらに1200度から1300度近くまで上がるんでしょうかね。はい、これ3日3晩。そうですね。3日間人がつきますので、昼夜交代になりますので、ずっとついて火の、加減をするということですね。前にお聞きしました。はい、あのほんのそこで10分くらい目を離した瞬間にダメになってしまうというようなこともあるんだよ、はい、ということでね。はい、本当に気の抜けない感じですね。そうですね、はい、はい、ということで、いろんな作品が出来上がってきました。これちょっとねご紹介しておきたいなと思って撮っておいたんですが、はい、土色を残した若者好みの、そうですね、土器ということで、はい、縄文式土器、はい、ドキ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 よね、はい、あれのね、こう、そうですね、中にこの塗ってあるわけですよ。そうですね、それで外側はそのまんまその土の感じを残しておく、はい、最近この若者がこういったことに興味を持って、そうですね、来ていただいているということで、はい、楽しみにしております、はい、参加者の皆さんからもこういったお礼状がたくさん届いておりますと、はい、でね、私は今日ねぜひこれは、ね、はい、この取材した中でお話をいただきたいなと思ってたんです。実はその先ほど店内でそのいろいろ教室がございましたけれども、はい、それだけじゃなくてね、最近あの老人ホームの方へも出張であの教室をね開いてらっしゃると、はいはい、これのねその内容をねぜひ、それからあのこんないいことがあったんだよというようなことをね、お話をいただければと思うんですが、はい、はい、そうですね、あの知り合いのところで一回あの、デイサービスセンターさんで、はい、やりましたところ、非常に受けましてですね、そのお話を聞いたよそのセンターさんからお問い合わせいただいて、はい、どん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 広がっていきましてですね、はい、一度やったら2度、2度やったら3度ということで、ついこの間は、私どもの方へろくろを体験したいということで、はい、出向いておいでいただいたり、はいはいはい、たくさんの方にご利用いただいて、で作ると完成が楽しみと。そうですね、とても生き生きして皆さんいらっしゃるんですよというお話をいただいて、そうですね、はい、どっちかというとね、あの閉じこもりがちになりですけど ね、はい、 そ、 うね、そう言って言ってもらうと嬉しいですよね、はい、そうですね、ありますよね、はい、私も出張販売じゃないけど、あ、公民館でね、あのうどん教室やります、ね、同じようなことでしょう、 そうですね、はい、今後どうでしょうかね、いろいろとまたたくさんやっていきたいな、そうです ね、 ううね、もういろんな方に、はい、あのどんな条件でも、はい、あの私どもが行けるところであって、場所をお借りできるところがあれば、私はどこでも行って皆さんに、ぜひ体験してもらって、自分の器を一つ
作っていただく、ね、そして生活の中で使っていただくっていう楽しみを持っていただければなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ松井山さんのね、あのご案内をさっとしておきましょう。はい、紀陽の松代町内からあの西部の方になりますが、こちらにございます。で朝9時からあの併設しております売店、これは9時から18時まで、それから休日が日曜日と月曜日が不定休になっております。これはあのいわゆる松代さんの工場なもんですからね、あの普段のサービス施設とは違いますので、日曜日、まあ、ちょっとお休みをいただくという形で、平日の営業ということになりますが、ご承知をご希望いただきたいと思います。場所なんですけれども、先ほど申し上げました松代の中心街からちょっと西部の方になります。こちらに あります。詳しくはまたホームページ等でご覧いただければと思います。趣味の会、はい、これも簡単にちょっとご説明していただきます。そうですね、はい、月4000円会費ということでいただくんですけれども、はいはい、好きな時に来て好きなだけやっていただく。なるほど、はい、はい、もう何年も、はい、十何年も来てる方もいらっしゃるぐらいで、あ、はい、あ、そうですか、ね、基礎からずっとやっていけば楽しくなっていくと思います。なるほどね、はい、あれですね、やっぱり観光であちこち松代の町内施設はあるわけですけども、はい、ぜひ体験を通して松代を感じていただきたいということで、はい、今日本当にね短い時間だったんですが、はい、また改めてね、瀬本さんぜひ来てください。はい、イケメンの彼氏がいたじゃないですか、ね、あ、そうですね、今度は若い方で、約束してありますので ね、お願いしたいと思います。よろしくどうぞお願いします。お送りしましたしゃべくり松代第111回、松代焼きの魅力ということで、今日は松井山の小沢瀬本さんからお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。それではね、来週の予告ということで、はい、森山珠樹さん、はい、よろしくお願いします。はい、東尾地区にあります介護施設の昭和寮というところの寮長さん、はい、千村さん、はい、をお迎えしてお話を伺いたいと思います。はい、今日はね、はい、ご都合が悪かったのでおいでいただけなかったんですけれども、まあ、昭和寮っていうのはね、どんな施設か、まあ、私たちも段階の世代そろそろそちらの方に足が動かなっていう年代ですけれども、はい、まあ、そういういろんなお話を伺っていけたらいいなと思っております。老人ホームというか特養、まあ、介護、あ、いろいろ、それこそいろんな事業をされているところで、ね、はい、ですから私たちも単純にね、お年寄りの方が行くところかな、まあ、介護施設ですのでね、いろんなデイサービスもやってたり、はい、デイサービスやってたり、いろんな、じゃあ、もんたさんも何、ケナ吹き行くの、あ、あ、はい、じゃあその話もちょっと、はいはいはい、ちょっとまだ全然話が変わるんですけれども、はいはいはい、それは演奏会とイベン、演奏会との、ご案内なんですけれども、イベントとね、はいはい、来週じゃない、今週です。今週土曜日15日ですね、はい、ケーナと南アフリカの太鼓のコラボレーション演奏会があるそうです。モンタさんが吹くの、ケーナ、あ、なるほど、ね、モンタさんが、はい、で場所なんですけれども、太鼓は吹いさえないんですけど宝物館の横のね、はい、おやき屋総本、おやき屋さんでやるの、はい、はいはいはい、で、もちろんそれ演奏会を楽しんでいただくっていうのもね、はい、素晴らしいんですけれども、その後もう一つお蕎麦が、はい、はい、サラシナ農業高校の生徒さんがお蕎麦を打って、
でそれを振る舞うという、はい、それが150食を用意されているそうなんですけれども、はい、まだね50人分くらいある、はい、余裕があるそうですので、ぜひ1000円でおやき作ったやつね。えそうだよね、おやき、ね、おやき1個作ってたよ。あそうですか、うんうん、はい、じゃあそれもぜひ、はい、すいません詳しいのはこちらで、はい、それが演奏会が11時からで、その後演奏会ということですね。で、9日、昨日 の、 新米信濃毎日新聞にも ね、 記事として載ってましたので、はい、まあ、分からないことは時はここでね、どこに申し込めばいいかっていうのは、うん、い聞いていただければいいですけど、連絡先は、ね、確かお焼き屋さんになってた。あ、お焼き屋さんでしたかね、うん、すいません、はい、はい、いいえはい、以上でございます。しわりょうさん、ね、千村さん、来週来ますでしょ、はい、ぜひ、松井焼きの鎌本、松井鎌本さん、うん、ね、はい、出張、あ、ね、いいですね、陶芸教室で泊まりましょう。そうですね、はい、あ、いろんな取り組みされてます。いろいろ、はい、はい、やってますのでね、はい、そうですね、思います。また、はい、元気になってもらうためにもね、そうです、はい、自分自身の器をぜひ作ってくださいとおっしゃってましたので、はい、なくなりました。一刻の、なくなっちゃいました、はい、またじゃあ来週お楽しみに。